学校であった面白い話、イエーイ。ゆうちゃん最近やった面白いこと、うん、あかんな、これはチューバーとして、はい、じゃあ最近あった学校でイラッとしたこと。イラッとしたこと、うん、あーまああるけど、うん、ちょっと言うたら特大ブーメラン刺さってますよっていう、あ、相手に言ってることを自分も言ってるよお前っていう、あ、なるほど、ね、ハルツな何やこいつっていうのだった。じゃありゅうちゃん、はい、最近学校だったイラッとしたこと。イラッとしたこと、俺の嫌いなやつが、うん、俺の視界に入ってきたとこ。りゅうちゃん、前髪最近切ったけど友達に何か言われた？うん、なんて言われた？切ったなって大丈夫、姫切られたことする気づかれてないから。あ、そうな、うん、もうでも多分伸びてる。りゅうちゃん、毛伸びの早いもん。そういえば親戚ちゃんたち、君たちの今の身長体重が気になるらしいよ。身体測定してほしいってコメント来とった、うん、いくつ？自分が知ってる最新の163が164。うわ、え、ちょっと持った。え、マジやで、160じゃないの？164なん？4なの？3、3より、どっちかっていうと3よりの3。163.1 とか。ああ、ひえちゃんは152。え、全然伸びへんの。そう、前 152.8 やったんけど 152.62 ぐらいになってた。なんかリュウもひえもさ、最近めっきり身長が伸びへんけど、どうする？このまま止まったら。いやよ、やっぱりさ、これはさ、あったの、牛乳飲まなあかんのっちゃう。は、いや、冷たいのやったよ。俺結構飲んどるけど。なんでやろ、全然飲めへん。給食以外でも飲んでます。最近りゅうちゃんプロテイン全然飲まんやんな。そろそろ賞味期限やばくなってきたから早く飲んでほしいんやけど。プップップ、うん、そのうち。一時筋トレにハマっとって、でプロテイン飲むからっつってプロテインをめっちゃ買いだめしたんな。そう、でもなんか全然飽きてるなんかさ、一、うん、回続けとるとさ、うん、あ、なんか止まらんないけどさ、うん、一回でも休み入れちゃったらさ、うん、もうそっからダラダラとやる気なくすのさ。休み入れる方が悪い。あれに勤しんどんの、東大、東大への道に勤しんどるから。なるほど、自主学習で行けってこと。髪を出す、何やねん、虎の雰囲気できやない。受験生版大概ファンティングに出てよ。いいよ、絶対ボコボコにされて帰ってくるから、うん。りゅうちゃんも見た令和の虎。ちょっと勉強になるから見といた方がいいよ。特に受験生版タイガーファンディングの方はな、うん、勉強になるよ、いろいろ。例えば受け答えの仕方とか、うん、私は初めて楽しいからやめとく。はい、それで、何さっきなもしもさ、うん、会話よく食えとか言いながら話題振る。 99.9% ないけど、うん、もしももう一匹ポメラニアンをお迎えするとしたら、うん、なんて名前がいい？お米。お米？リュウは？茶色ならば、うん、赤髪のいや、長ない。薄い。え？で、白ならばあいつ。同じこと変ね。でも考えて、自分がもし米って名前つけられたらどう思う？米ってつけられてもいいやん。絶対きなこやろ。きなこやったらいったりやで。きなことお餅で、きなこ餅。もし緑色やったらどうすんの？いややって